2018FIFA ワールドカップロシア1次リーググループ H 第3戦日本対ポーランド。グループ首位に立つ日本、2大会ぶり3回目の決勝トーナメント進出を決める一戦です。ボルゴグラード、ピッチは日陰になりましたが36度、 24% の湿度というコンディションです。セネガルと並んでグループ首位に立つ日本が無敗で決勝トーナメント進出を決めることができるか。場内ではカウントダウン。ポーランドのキックオフでゲームが始まりました。最前線はおっと相手に渡ってしまいました。ジエリンスキーからレバンドフスキー、右出てきた、日本危ない、マキノが対応している、パスを選んで柴崎が戻った。いやー、ここよく戻りました。あと、いいところで武藤が奪った。宇佐美もいる、自分で打てるか、外に持ち出して外を回っているのは長友、使う、中は1人、岡崎、ニアで触った、高い位置でボールを奪ってサイドから武藤はシュートまで行きませんでしたが最後は岡崎、まあ、最終的には本田が決めます。さあまたチャンス、武藤は左、また長友が上がっている、右に持ち替えてシュート、こぼれて岡崎、長友がいます。武藤が開いて受けました。中に長友が入ってきた、その外には岡崎、シュートコースはあるか、酒井豪徳、いやー、今日は第1戦第2戦とメンバーを初めて入れ替えてきました。代わって入った武藤はトラップで相手を抜けるか。いやー、そのまま落ち際打っても面白かったですけどね。レバンドフスキーには吉田麻也、その後ろだ、よく触りました。酒井宏樹です。ゴールから逃げていくボール、キーパー出られません。後ろから叩きつけられましたが川島抑えました。ホイッスルがありました。日本ボールです。さあポーランドは右サイドから中3枚います。ヘディングシュート、抑えた、よく抑えた、川島よく抑えました。ちょっとその前のね、あのスライディングのところでね、宇佐美後ろから行ったんでちょっと危なかったんですけどね、はい、酒井豪徳、宇佐美ペナルティエリアに入った、シュートがクロスか、ファーサイドこぼれた、ああいったボールね、悪くないと思いますよね。遅れて後ろから入ってくる選手がいますが、後ろから21番のクルザワです。そんな前半、今ホイッスルです。日本の第3戦グループ首位で迎えたゲームは前半終わって0対0です。後半日本のキックオフでゲームが始まりました。岡崎が今座り込みましたね。そうですね、大迫が準備をしてここで交代です。あっと抜けてしまった、ちょっと嘘に遅れた、マキの後ろからオフサイドはない、川島が出ました。追いつきました。中には酒井豪徳、宇佐美を使います。うまくクロスまで行きましたがコーナーキック、ショートコーナーです。宇佐美、柴崎、中厚みがあります。後ろからまだある、大迫設定、オーバーヘッド、マキの、3人目も入ってきた。あっとファールを与えてしまいました、ポーランドボール。キーパーは出られません。後ろから日本失点。後半の14分、ちょっとマークが外れましたね。
後ろに1人回られて、いや間入られましたね。ポーランドのカウンターの餌食になるから来た。宇佐美に代わって乾です。ファールを取りました。倒したのは牧野。あ、イエローカードが準備されています。ゴール前に3人います。レバンドフスキの後ろから1人出てきました。11番のグロシツキ。3人の長身のプレイヤー、ニアに吉田。その吉田が触ったが枠は捉えられませんでした。間で受けたのは乾。倒れてホイッスルありません。切り替えです。手前のサイドがフリー。大声援がポーランドを後押し。クロスボール来てしまった。危ないところでした。やはりこのポーランドのカウンター、そしてレバンドフスキー。他会場ですがコロンビアが先制しました。フェアプレーポイントで今日本が上回るという状況ですね。14番のテオドルチキが入ります。17番のペシコが入ります。まあ、後半のね、立ち上がりが少しこう横に広く使ってくれるようなね、はい、あと裏を取られた。ワンタッチで入れてきた。よく抑えました。またも川島オウンゴールかというところでしたが、さあこれで3人の選手交代全て使い切りました西野監督。ブーイングが起こっていますが関係ないと思います。日本はここは勝ちに徹しなく、勝負に徹しなくてはいけません。勝負という次のラウンドに進むというね、大きな仕事がありますから、このまま終われないんですが、まあ、今アディショナルタイムは3分の表示が出ました。日本は前半は何度もポーランドの選手が今ね、選手交代できないんで、出してくれってことなんでしょうね。まあ出して、あるいは足を痛めたわけではないかもしれませんが、ボールが切れなかったということもあって、16番の選手を是外してもポーランドは出したいというところでね、まあああいった形になったんだと思いますけどね。ここで終了のホイッスルですね。試合が終了しました。日本0対1ポーランドに敗れました。これで勝ち点は4のまま、セネガルとコロンビアの結果を待つということになります。あ、ここで終わりました。コロンビアがセネガルを1対0破りました。まあ、今情報入ってますね。そうですね、ピッチ内にもね。日本2大会ぶりの決勝トーナメント進出決定。苦しい船出でした。日本見事ベスト16進出を決めました。